次に杉尾秀也君の質疑を行います杉尾秀也君、はい、立憲民主社民の杉尾秀也ですまず総務省文書問題について高市大臣に伺います月刊花々の記事小西文書は絶対に捏造です故意に断言する根拠を示してください高市国務大臣あの私に関係する4枚の文書についてありもしないことあったかのように作ることという意味で 熱度と表現してまいりました。あの、私は刑法などで使う。 あの偽造や変造という、まあ、用語というのは、8年前、当時の総務省情報流通行政局の一部職員に対して、まあ、非常に厳しすぎると考えましたので、一般的な用語を使いましたあの。私が事実と異なると考える箇所につきましては、理事会協議事項になっておりましたので、3月22日に本委員会に提出をいたしております。また今回ののの問題の本質である平成27年5月12日の参議院 総務委員会における私の答弁が一層先元総理補佐官の影響を受けたものではないことを立証できる資料とメールも本委員会に提出をさせていただいております、えー、総務省も3月22日にこの文書に記載されている内容についての正確性は確認できなかったと今日公表しています杉尾秀明君この大臣の主を裏付けるものはありませんそして当時の大臣室の二人も 大臣でこは絶対ないとは言っておりません。この記事の中で。大臣は T. B. S. やテレビ朝日はドラマやバラエティをよく見るので。文書に記述があるような批判をするはずがないと書いてあります。これ本当ですか。高市国務大臣。あの、そうでございます。あのドラマとバラエティが最も好きでございます。はい、次を秀哉君。安倍元総理に近い議員が。 安倍総理や高市大臣はサンデーモーニングなど、具体的な番組名を挙げて、変更報道だ、左巻きすぎると、こういうふうによく話をしていた、放送法への言及もあったと聞いております、これは事実ではないですか。高市国務大臣 きすみません、あの私あの、それほどあの報道番組、情報番組を見る時間がございませんでしたし、5月12日の,あの藤川委員へのご答弁でも、あの今のこの報道についてあどう思うかという旨聞かれて、あの残念ながらそのように、たくさん報道番組を見る時間に恵まれてない旨をあのご答弁したと記憶をいたしております。 あのすいません事実ではないということです杉尾秀明君先ほどこの総務省の文書には正確性がないとこういう記述があるというふうに言いましたけれども何度も何度も申し上げますが捏造と正確性がないということは全く違います問題は発言の正確性ではありません全体の流れプロセス資料1御覧ください昨日の石橋委員の質問にもありましたように総務省の担当者 複数名が詳細に証言をしておりますそして磯崎補佐官も全体のシナリオプロセスを認めています一部表現が違うところがあるという記述はありますけれども全体のプロセス総大筋で認めています違うと言っているのは高市大臣だけです違いますか高市国務大臣あの当時の情報流通行政局のまあ方々だけのものを今委員は取り上げられました あの大,臣大臣室側の関係者は、えーまあ、例えば2月13日と、まあ、される、えー、レクに関しまして、この時期には NHK 予算など放送に関するレクがあったとしてもおかしくはないが。 ここのレクについては覚えていない。放送法の政治的公平の答弁に関しては、5月12日の委員会前日に大臣の指示を受けて、夜遅くまで答弁のやり取りがあったことを覚えており、その前の2月に文書にあるような内容の大臣レクがあったとは思わない。あの私も同じ認識です。仮に2月の時点であの、放送法4条に関して何か補充的解釈をするというようなレクチャーを受けてですね、 私も大臣室の職員もそのようなレクチャーを受けたとしたら、まあその、このレクチャー自体が15分で終わるわけもないんですが、その後何度か、やはり意見交換をして、きちっと論点を詰めていかなきゃいけません、ところがその後、一度も私にレクチャーをしたという記録が、小西委員が公開された文書には入っておりません。 でまあ、もしあのその後も、えー、議論を続けて、論点整理を続けていたんであれば、3か月後の、えー、5月12日の委員会の前夜に、まあ、もう翌朝にかかるまでですね、大臣室と放送部局の間で、えー、やり取りをする必要はなかったはずでございます杉尾秀哉君、つまり高市大臣、外されてたんですよ。磯崎さんがシナリオを書いて、総務省とやったんですよ。 その結果で答弁、そして質問があった、こういうことなんですよ、違いますか。えー、じゃあ、松本総務大臣。いったここで。高市大臣に係る平成27年2月13日の補送関係の大臣レクにつきましては、今、高市大臣からも総務省の精査の結果のむしご説明いただいたとおりでございまして、総務省といたしましては、 えー、磯崎元補佐官とやり取りがあったことについては確認をいたしているところでございますが、えー、磯崎補佐官からの放送法に関する紹介についてお答えをし、また5月については、えー、ご質問をいただいて答弁をし、2028年の2月には、えー、国会からおもめいただいて、えー 政府統一見解解をを出させてていいいただいたただとこのように理解をいたしております、えー、ご案内のとおり、このやり取りにおいても、えー、強要されたことはなかったと、当時の総務省職員も認識をしており、当時の総務省職員も自覚を持って、責任を持って、しっかり業務にあたってくれたものと考えております。 えー、もう一度議議を質疑で行ってください、はい、高市大臣抜きで、磯崎さんと総務省の間でやってたということでではないですか高市国務大臣。 あのまあ、私は残念ながらですね、あの前の年から、えー、磯崎元補佐官と総務省の情報流通行政局が、えー、放送法に関する問題でやり取りがあったということは承知をいたしておりませんでしたし、あの磯崎補佐官が放送法にあのご興味をお持ちだということも、今年の3月に入ってから、えー、小西委員が入手された文書を見て、 びっくりいたたししました当時の大臣室にもあの、補佐官か何らかの連絡があったことがないかということを確認したらないということでしたし、あの磯崎補佐官自身も私に対して直接電話をしたことを、えー、などはないと、まあ、おっしゃっていると承知をいたしております。まあ、外されていたと言ったら完全に外されていたのかもしれません。まあ、しかし、5月12日の答弁は、私自身がしっかりと前の夜に、えー、持った疑問をです、ね、一つ一つ大臣室に返して、 そして、えー、放送、えー、部局で作られた、えー、説明書類を読んで、本当、明け方までかかりました、職員にも大変、あのー、その日は過重労働をさせたと思いますが、まあ、納得して総務大臣として責任を持ってした答弁でございます、はい、杉尾秀哉君、それならばなぜ事前のシナリオ通りの質問と答弁になったんですか。高市国務大臣 あのそういうことを私に聞かれても分かりません、あの今回の小西委員が、えー、入手された文書を見て、初めて磯崎補佐官があの、旧自治省出身の磯崎補佐官、消防とか選挙とか、そっちは強いかもしれないけれども、放送に興味がおありだったということを知ったのが今年の3月ですから、そのやり取りがあったとか、まあ、そういったことは分かりません、まあ、外されていたといったら外されていたのかもしれません。 杉尾秀明君前回の質問でもやりましたけれども、答弁書をどおりに読んでるんですよ、一時一句変わらず、自分で判断をして、自分で答弁書を書いて、自分でやったという説明は全く違うんです、そして問題の本質は放送法の解釈が何の権限もない補佐官の圧力で歪められたということなんです、これが問題の本質であって、磯崎さんの関与云々ではないです。 今月17日の参議院外交部委員会で総務省の答弁ありました、この政治的公平について、法4条説明してください総務省、小笠原洋一情報流通行政局長,政局長ああ。大変ちょっと失礼いたしました、あのもう一回ちょっと質問、あの <laughs> よろしゅございますか申し訳ありません。<laughs> 杉尾秀役君てください委員長、はい 3月1 1日の参議院外交防衛委員会で政府参考人、山崎審議官、答弁してますね、放送法の解釈について、説明してください小笠原情報流通行政局長。あ大変あの失礼いたしました。あのそれは3月17日の,その山崎あの審議官の答弁についてご説明させていただきます。 えとご指摘のあた参議院外交防衛委員会では、あの放送法4条に定めるあの政治的に公平であることの適合性の判断にあたっての解釈についてお尋ねがございました。でそれに対して、あの平成28年の政府統一見解に沿ってご答弁させていただいたものと承知をしております。で併せまして、政治的に公平であることの適合性の判断にあたっての従来からの解釈について、何ら変更がないことを答弁させていただいたものというふうに承知をしております。 杉尾秀明君資料2をご覧ください、2015年5月12日の問題の高市大臣答弁、1つの番組のみでも、不偏不当の立場から明らかに逸脱していると認められる、極端な場合は政治的に公平であることを確保しているとは認められない、1つの番組のみで判断する、そして3月17日の政府参考人答弁、極端な場合であっても、その1つの番組ではなく、 番組の集合体である番組全体を見て、これは一つのチャンネルです。バランスが取れ,てあったもの取れたものであるかどうかを判断する、一つの番組のみでもというところから、一つの番組ではなく、全体を見て、バランスの取れたものであるかどうか、これは全く違います。事実上の私たちは答弁の修正撤回だというふうに思っておりますけれども、これ以上深入りはいたしませんけれども。 この高市答弁を事実上、私たちは上書き修正するものだというふうに思っております、それでもう一度高市大臣に伺いますけれども、資料1、もう一回見てください、どうして総務省の関係者が、こういうありもしない話ができるんですか、大臣は在任中に、総務省の官僚は非常にしっかり仕事をしてくれている、何度も何度も、そういうふうに言ってます。 大臣,と大臣在任当時は、それだけ総務省の役人の皆さんの仕事ぶりを評価していながら、今になって自分に火の粉が降りかかってきたら、総務省の役人に責任なすりつけるんですか、どうですか高市国務大臣あの。総務省というのは、まあ、旧自治省、旧郵政省、そして旧総務省を合併した巨大官庁でございます。でそれぞれぞの部局にに、ね、非常に深いいい専門知識を持った素晴らしい職員がいることは まあ、市場最長期間、総務大臣を務めさせていただいたものとして、よくよく承知をしているつもりでございます。まあ、あえてこの文書がです、ね、今の時期に出てきて、私に関する4枚の部分について、しっかり読んで答弁をするようにという、えー、お申し出が、あのー、小西委員の方からございましたので、私は自分に関することを読んで、これはありえないと、えー、いうことを、えー、各所にも確認を、えー、しながら、えー まあ、しっかりと答弁をさせてきていただいているつもりでございます。そして、あの事実と異なることについては、既に文書で本委員会に提出をさせていただいております。はい、杉尾秀明君、再度繰り返します。なぜ四枚だけ捏造なんですか。高市国務大臣。すみません。あの、残りの文書については、私当事者じゃないので、確認のしようもないじゃないですか。そういうことでございます。はい、杉尾秀明君。 いや、不自然なんですよ、他の部分については、みんな関係者は認めてるんですよ、高市さんだけが、高市さんだけが違うと言っている、しかもそれは一つ一つの言葉であるとか、表現のその不正確だということを根拠にしかしてないんですよ、全体のプロセスはこのままの、ずっとシナリオ通りに来てるんですよ、その中に高市大臣がいたんですよ、そういうことは、か何か言いたいんですか、総務大臣。両大臣から手上がってるんで。 松本総務大臣、はい、え簡潔に申し上げたいと思いますが、えー、国会でご議論に伏されている行政文書が精査が必要になったことは、甚、え、だ、ー、遺憾であるということを申し上げてまいりましたが、えー、今ご指摘がありました4枚の以外にも、えー、作成者不明のものであるとか、えー、内容について確認できないものがあるということも申し上げなければならないと思って、えー、ご説明の機会をいただきました。 じゃあ高市大臣補足されますか？どうぞ。あのまあ、内容が事実でないことに加え、安倍総理と私が電話で話した内容とされる3枚の文書作成者不明。配布先不明。そして4枚とも作成目的が不明であるということを思っても、信頼に至る文書ではないと思います。そして、まあ委員が先ほどご指摘になった点以外にもですね。 あの大臣室側の職員は、例えば総理と私の電話などについても、ですね例えば総理にアポを取ってくれというようなこと、まあ、そういう記載されたような指示を受けた記憶はない、そしてまあ総理と私が電話をしたというようなことで、まあ、その内容を局長に伝えたとされていますが、そのような連絡を局長にした記憶はない。 でまあ、このように答えております、あの党の、えー、総理大臣秘書官だった、えー、方もですね記載されよったような電話をしたともしていないとも思い出せない、まあ、総務省のこれが報告書でございます杉尾秀哉君、高市大臣は私に対して、信用できないんだったら質問するなそういうふうに言いました、そしてその後も時間稼ぎの答弁がありました。 そもそもことの発端は、この一番最初の時に高市大臣が会文書だと切って捨てたのが始まりです。会文書ではありませんでした、行政文書でした。その責任をどう考えるんですか、大臣。高市国務大臣。会文書、えー、と言ったとは記憶をしておりませんが、捏造された文書とは答えております。まああししかしながら、あのー、これ あの偽造とか変造とかいうきつい言葉、まあ要は法にかかるような言葉は私はあえて使っておりません。あのそこはよくよくあの私なりにです、ねあの、今も総務省に愛情を持っております、まあ、どなたかを罪に問うような意図がなかったということは、えー、ご理解くださいませ杉尾秀哉君。文書だと言いました 小西委員が3月2日、記者会見で公開したときのその後のぶら下がりで大臣は、開文書の類だと切って捨てました、そこから始まってるんです、開文書でも何でもないんです、行政文書なんです、公文書なんです、どうですか高市国務大臣ああの院内での発言ではなく、ぶら下がりでの発言ということを今、あの確認をいたしました。し、まあ、しかし事実と異なる内容を、えー 入れられれらていいるととうこと、まあ、これは文書の類ですで作成者不明、えー、配布先も不明、作成目的も不明、えー、これはあのいわば、怪文書の類だと、あだと、私から考えたらそう思います、ただ、国会での答弁では、あの捏造文書、まあ、つまり偽造でもなく、変造でもなく、捏造文書と、まあ、かなり配慮をして申し上げたつもりでございます杉尾秀哉君。 問題はそこから始まってるんですよ、そしてこの予算委員会の質疑、そしてさらには総務省の現職の皆さんがどれだけこの調査に時間をかけたのか、膨大な時間をかけてる、そうしたことも含めた責任を大臣は感じていないのか、大臣、私ははっきり申し上げます、名指しされた当人として、質問するなと言われた当人,当人として、やめてください。 委員長はい。杉尾秀也君大臣をお辞めください。じゃあ高市国務大臣。杉尾委員に言われてあの私は何らやましいこともないのに、えー、大臣の職を辞するということはございません。ん杉尾秀也君。なんか後ろで変なこと言っている人いますけど、この話は今回で終わりではありません。今回ずっと続きます。 それだけはです、ね、はっきり申し上げておく、それからさっきの,あの放送法の解釈についても、これ、確定させなければいけませんので、この後もやります。